ワンチャンレデンさんだよ、これ多分。ねえ、もう、ここに入らせ、入りたい、ごめん、頑張れ、これマジで惜しい。すいませんでした、もう今日ちょっとランクもやめたい。メンヘラになりそう。あえてその情報を教えたの、マジでやばいと思うよ。いいね。これ、あるんじゃないの？いやいや、絶対変、エッチなことしてくる。あ、これ D さんじゃなかった。え、天才がいる。すげえ、でも。ど真ん中、ソン。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これ、これ、うん、これ、レデンさんじゃない？これ。ワンチャン、レデンさんだよ、これ、多分。やつ、え、ね、あ、勝っちゃった。あ、なんか信用する。どこ、場所どこ。あ、ねえ、もう。え、ほんとにない。ごめん、これ、一発殴られる。いや。すいませんでした。でも、それで、あえてタゲ取るっていう意味もあるからね。え、表で追ってる。ごめん、これ、普通に死んじゃう。オッケーオッケー。大丈夫、大丈夫。裏に入らせ、入りたい、ごめん、頑張れ、これマジで惜しい。いや、大丈夫。どっから来てるか分かんなかった。すいませんでした、もう今日ちょっとランクもやめたい。いや、もう、あ、じゃあ、メンヘラになりそう。だからちょっと思って、すいません。メンヘラになっちゃうか。もう昼ライグ調子よかったのに。多分反動だね。むしろメンヘラになってるのずみを見たいまであるから全然いいよ。なんで嫌だよ。僕も恐怖の地域にされるから楽しみにしてて、それは楽しみにしとく。あー、どこ行こう。ごめんね。ううん、これ船上。うん、どこでもどうぞ。船地下これ。あ、それね、ちょっと僕わかんないんだよね。あ、船地下だ。あ、でも、しょうがない。地下にする？もう捨てていいよ。うん、オッケー。え、なぜにすっごい、すっごい形で持ってかれてない？ううん。あ、僕の死んないか。もうなんかわかんなかった、マジで。しょうがない、しょうがない。ずっとなって、どうしたらいいんだろう。あそこはね、でも、100人中100人即死する。ポン。あれ、アスレか、ほんと。アスレ脇でこっち来たんだ。あー、絶対伝わりあったよ、そういえば。あった。あー、それはごめん。ネタ割りをあるっての教えてくれた時点でもう勝ちだけどね、こっちの。その情報を教えてるでしょ。あえてその情報を教えたのマジでやばいと思うよ。意外と快楽進んでる。あ、なんか小屋の、うん、どこだ今本当。怖いなぁ。相手いたわり振ってるのバレてんだよな。なんか小屋の傭兵が警戒してて。うん、あ、裏にいるかな。うん、どこだ。あ、小屋にいるね。うん、あ、間に合わない。間に合うな。間に合うな。おお、やった。間に合わなかったよ。あ、今小屋いる、小屋いる。で、パラパラ傭兵が拾えるかな。了解。いいね。これ、あるんじゃないの？傭兵がずっと追われてる。で、その近くに囚人がいるから何もできずにいる。なるほどね。はい、お、奇抜使った、うん、それ大体だって上振りでしょ。うん、あ、その上振り教えて。真ん中いってる、真ん中いってる。 OK、 もうでも上振り知ってるからな。それ知ってる時点でもう勝ちなんだ。いやいや、絶対変エッチなことしてくる。ほら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 、もう分かって、ほら上振りなのバレてんだよな。もう本当にその時点で勝ち。お願いします、何もしないんで嬉しい。あ、これ D さんじゃなかった。え、誰？D さんだと思った。このロボ。あ、これ、あ、それが本体、僕の本体だと思ったのね。ダメしたかと思って、あ、ちょっと。僕の本体だと思ったのか。なるほどね。大丈夫、僕の本体は、そんなもうやばいことしないで。はい。傭兵、あー、アスレあたりにいるかな。でも相手上振りなのバレてるからな。うん、アスレにこれ2人は釣れないと思うけど。
うん、ではいけないね。で、傭兵がパラパラ拾いに行ってる。いや、いいね、素晴らしい。いいよ、うん、いいよ、いいよ。解読どうだろうな。あ、うん、傭兵割れてる、そのまま。うんうんうん、見てるらしい、全然全然ありそう。うん、傭兵割ってる、了解。いいよ、待って待って、まだ割ってる。おお、いいね、いいじゃん。これは、いいよ。囚人が小屋下の、うん、じゃあ開きに行ってるかな。おー、なるほど。何か。今小屋で傭兵割れてる。はいはい。で、写真撮るかも。写真撮り行くかも、はい、うん、写真撮る、写真撮る。撮れます、絶対バレません。はい、チーズ。ちょっとあれ、あ、よかったよかったよかった。で、中央上がって、あと一個。はは、はい、赤ピン到来。赤ピン到来です。はい、見て僕の動き。あ、うん、なんかね、すごい砂浜走ってるみたいになってるでしょ。赤ピンが到来しちゃってんのよ、うん、大変なのよ、もう 1.5 倍くらいの足の速度なのよ。なんか1人だけ足に重りつけて走ってるそうなのよ、ちょっと大会控えてるから鍛えてるんだよね。あ、下ろして囚人やった、やば。ちょっと赤ピン先輩だけどうにかしてもらっていいですか、ちょっと。で、あの28の椅子につられて。了解。これだけ頼む。あ、待って、パラ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 の。帰ってくる前に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 、傷で終わらせろ。よし、OK。ナイス。やったー。あれ、傭兵死んでるよ、なんで。傭兵が、うん、殴られた。はぁ、殴られた。パラパラするかな。どうだろう、ちょっと待って、どこにいるかわからん。あー、パラパラしてる。あ、パラパラ、失敗、でかい。うん、戻った戻った。ん、いや、戻ってない戻ってない、そこにいる。頑張れ囚人。僕が、あ、いや、囚人何してるかな。囚人は、うん、繋いで真ん中でうろうろしてる。傭兵起こしに行くかな。オッケー、囚人に解読頑張ってもらいたいな。そうね、 T さん回せないもんね。そう、あと僕やっぱ無傷だから長男、うん、なんだよね、僕の。で、今誰が何してる。わかんない。傭兵が治療してる部分で素晴らしい。囚人さえ、囚人さえ死ななきゃって感じだね。うん、うん、何だろう、コピー入れてみた。怖いな。傭兵と囚人が多分回復するから D さん何もしなくていいかも。はい、了解。てか言われてたらなんかちゃうのが僕あもうやっているね今ね、治療し合ってる。どっかで、ここ2人は立て直せるかな。なんならこれ D さん釣られた方がいいまで悪くない、うん、そうだね。今海岸で治療し合ってる。なんかで、海岸から、いや、海岸。じゃあ死ぬ、死ぬか。そこ立て直せるのいいね。多分ここにハンターがいなければ、うんうん、あ、いけそう。いやー、最高だ。パラパラも拾ってくれたらもう何も言うことないよ。うわっ、あー、天才がいる。え、でも回せるからでかい。確かに回して、お、確かに回せるね。瞬間移動してるからもうめちゃくちゃ安全に回せるじゃん。わっ、これは引き分け見えてる。いいね、頑張れ頑張れ頑張れ。めっちゃ行ってるね、そっち。うんね、何パーくらいなんだろう。16か。16。無傷で、無傷で頼む。ありがとう。おー、キキ一発がまだあるんだ。パラパラー。パラパラー。無限パラパラ、ここの2点でやるって感じかな。なるほどね。お、来た。無限チェイス始めます。頑張るね。うん。あ、やべ、やべ、後ろばっか見てたら変なとこ行っちゃった。で、また無限パラパラ。
しようとしてるのかな。うん、多分 あとこれ1台どこだ、最果てか。そう、最果て。うわ、天使女神ですか。ここら辺いるよ、でも裏行った、裏行った。オッケーオッケー。傭兵がね、注射器持ってきてくれたんですよ。ウーバーイーツ、主人が今回してる。オッケー。マジでそのウーバーイーツだけ。でも囚人が解読機寄りに死のうとしてるから、どうだろう。囚人の安否が、瞬間囚人のところ。傭兵の救助とか行けないよね。うーん、行きたいけど。あ、行くわ。これパラパラ帰ってこれると思う？いや、無理だと思う。だよね、やるやる。間に合え、無理でした、ごめんなさい。惜しい。さあ、かたいなってか。わ、囚人も死んじゃった。ヒントがなかった。あー、なるほどね。これはちょっともう決まった感あるね、今の。写真で。めっちゃ強気だった。囚人もダウン取りたか。マッチ、どこだろうな。傭兵って岸から入ったっけ？入ったね。入った入った。わー。終わったはい、違う。はい、待って、アスレかな。回復の前、これは乾杯でございます。これはもう本当にすいませんでした。いやいやいや、もうせ、謝ろう、マジで。大丈夫だよ。あー、もうマジでごめん、本当に昼間もう、いや、この調子でやるラン絶対いけるわって思ってたら真逆になった、すみませんでした。大丈夫だよ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。